やるなら君の決めたら迷わない。私は独立して奮闘中の30代経営者です。以前の動画の中で店作りや教育でおもてなしをしているという言葉に感銘を受けました。特に教育面ではどのような取り組みをしていらっしゃいますか？差し支えない範囲で教えていただけますと幸いです。今日もね、質問いただいているのでお答えしたいなと思います。前にも見ていただいたみたいなんですけど、内装の作りだったり教育でね、お客様に対しておもてなししているんだっていうお話したことがありました。それ聞いていてくれた方が、特にこの教育についてどのようにされてるんですかっていうお話なんですけど、具体的にどうするんだっていう方法はね、たくさんあると思います。だけどそれ以前にね、お客様にありがとう、また来るわねって言ってもらうことがね、プロとしての使命だし、最高のねやりがいだと思います。最高のね喜びだとも思います。何を自分はお客様にその提供していきたいんだ、提供できるんだっていうことをね、決めさせてあげないと進みようがないんで、そのためにはね、自分自身がお客様に認めていただくって喜んでもらうことはね、自分の責任だし、プロとしてのねパレードだしっていうことにね、気づかせてあげないといけないと思います。だからこそね、前向きに進んでいくとね、問題があったりとかね、悩みがあったりとかね、迷いはあって当たり前だと思うけど、その時にねポイントとしてね、例えば環境だったり人間関係だったりね、そのことを理由にしてね、自分がしなければいけない、自分が身につけていけないといけない技術だったり接客だったりっていうね、自分自身の高まりだったりということからね、逃げる材料にすることがね、一番ね悲しいしね、一番ね残念だと思うんだね。そのことをねしっかり伝えてあげないと、嫌われるからとか、辞められたら困るからとかっていうことでね、この指導する側が目をつぶって見て見ぬふりをしたらね、一番ね無責任だと思います。我々指導する側はその人たちの美容師としての力をつける、人生を洋服に行くように導く、これも責任なんでね、そこからお互い逃げないんだっていうね、認識意識気持ちがね共有していればね、素晴らしいチームになると思います。だからまとめて言うと、具体的な教育論ではなくて、あなたがね素晴らしい人生を送っていくためには、まずお客様に認めていただくことだから、それに対しては時間だったりお金だったりを投資してね、自分をねある意味追い込んでね、いい方向に持っていくことは、実は自分のね人生をね、自分のね身をね守っていくことになるんだということを、逃げずにね懸命に伝えてあげてほしいなと思います。そうすればきっと良いチームになって、その地域の中でお客様に喜んでいただける素晴らしいお店になると思います。どうでしょうか？やるなら決めろ、決めたらやるな。